さて次は、はい、佐藤俊選手のこれもまたリベルタンゴです。作り始めた頃はまあまあ形は合ってるなと、まあ右手を動かしたら、ちゃんと右手も動いてるし方向も合ってるし、まあまあ問題ないなと思って作って、まあ、とりあえずベースは作り終えて、でちょっと増してからまた見直しに行ったんですけども、もう急にこう色気が出て、すごいそれこそセクシーな、どうしたのって本人に聞いたんですけど、いや別に練習しただけですって言って、いや何かあったはずだよこれは、全然動きが違う。先生ともそれを話しながら、見どころは最初の多分ね、他の人にやれって言っても結構やりにくいステップが入ってて、塔でくるくるっと回るんで、それを多分スケーターは見て、お今の何っていう感じの動きなんですけども、そういうところとか、あのジャッジとか客に対してのこの目線もすごい強くなってますし、手の動きも綺麗になってるし、素晴らしく変わっていった、進化していったプログラムだなと思っています。